こんにちは、ののかです。はい、今日は久しぶりに私の毎日メイクを撮っていきたいなと思います。イエーイ。ちょっと久しぶりのメイク動画になってしまったんですけど、 YouTube で見たいっていう声もたくさんいただいていたので、毎日メイクをしていきたいなと思います。だいぶ昔と比べてみると、使ってる化粧品だったりとかも変わってきているので、ちょっとそちらを今日は紹介していきたいと思います。早速すっぴんからメイクを始めていきたいと思います。それではレッツゴー。はい、ということで早速メイク動画を撮っていきたいと思うんですけど、何にもしていない状態で今ガチのすっぴんなんですけど、私あの目が悪いので、普段はちょっとこんなメガネ生活をしているので、まあ現実こんなんだよっていう感じです。とすっぴんの自分を見ているのも辛いので、早くメイクをしていきたいなと思います。はい、ではまずコンタクトからつけていきます。はい、ということで今コンタクトをつけてきました。化粧水と乳液をして肌だけ整えてきた状態です。というわけで、まあ、ちょっと早速ねベースメイクからしていきたいんですけど、いつも私は本当に日焼けがしたくないので白肌重視ということで、化粧水で肌を整えた後に日焼け止めクリームを塗るようにしてます。はい、今日も日焼け止めをまずは塗っていきたいと思います。私がいつも使っている日焼け止めはこのアネッサの金のやつなんですけど、ずっとアネッサ使ってるかもしれない。日焼け止めをまず塗っていきます。日焼け止めは欠かさず塗ってます。もう最近多分見てお気づきだと思うんですけど、私塗ってきました。結婚式に向けてめちゃくちゃ頑張ってて、終わった瞬間に腸気が緩んで激太りしてしまった。はい、じゃあ塗れたので早速ベースメイク始めていきたいと思います。やばい、顔超むくんでるんだけど。待って、いいこと思いついた。最近知ったことがあって、友達 の渡辺奈々ちゃんっていう子がいるんですけど、多分みんなも知ってる人多いと思うんですけど、奈々ちゃんが最近また YouTube を始めて、私毎日メイクの動画を見たんですけど、その時に奈々ちゃんがこの輪ゴムをね、こう耳にかけるとむくみが取れるみたいな、そこほこなので、ちょっと私今日むくみが気になるのでやってみよう。合ってんのかな、こんな、ちょっと耳めっちゃかわいそうみたいになってるんだけど、大丈夫そうこれ。ちょっと今日はこれでメイクしていきたいと思います。なんかちょっと遠くなった気がする。日焼け止めを塗り終わったので、こちらの化粧下地を塗っていきたいなと思います。ポール&ジョーのラトゥーエクラファンデーションプライマー N01 番です。これはもうめちゃくちゃ気に入っていて、ずっと使ってます。これは手でささっと塗っていきます。今下地が塗れたので、こちらのコントロールカラーを使っていきたいと思います。ピリペラのインクコレクター2番と4番です。こちらがミント、こちらがレモンになります。小鼻の赤みとそばかすが気になるところに寄せていきます。コントロールカラーをしっかり使って隠していきます。はい、じゃあ次ファンデーション塗っていきたいと思うんですけど、資生堂のこちらシンクロスキンセルフリフレッシングファンデーション、こちらを使っていきたいと思います。手のひらにワンプッシュ乗せていきます。手でざっと乗せてから、スポンジでポンポンポンって叩いて乗せて、あ、伸ばしていきたいと思います。今ざっと手で塗れたので、スポンジで叩いて馴染ませていきます。なんか前まで私本当に高校生ぐらいの時かな、まあもう手でこうザーッと塗るだけでのせ方をしてたんですけど、それだと本当になんかめっちゃムラができるし、だからやっぱりスポンジを使ってしっかりこうやって均等に馴染ませていった方がメイク崩れもしにくいし、絶対私はスポンジを使った方がいいと思います。はい、こんな感じでファンデーションが均等にのせられました。
そしたらコンシーラーをのせていきたいと思います。これはどこのなんだろうな、美容学生の時にメイクの授業で使っていたコンシーラーなんですけど、汚いんですけど取れづらくて気に入っているので、こちらをもう結構ずっと使ってるかもしれないです。小鼻はこちらの緑のコンシーラー、一番このパレットの中の明るいコンシーラーはそばかすにのせてしっかり隠していきます。はい、こんな感じで今コンシーラーが終わりました。最後にパウダーのせていきたいんですけど、私はこのイニスフリーのパウダーを使ってます。全体的にボンボンのせていきます。めっちゃ面白い話あって、そうこの間あお風呂から出て、で鏡見たら、あれめっちゃ鼻の穴でかい今日みたいな思った日があって、それよく見たらデュオの黒いクレンジングがそう鼻に溜まってて、そう一人で笑っちゃった。もうはい、こんな感じでベースメイク完成しました。そしたらちょっと早速眉毛から描いていきたいなと思います。最近眉毛サロンに行ったので調子が良い。サナエクセルパウダーペンシル、キャップどっか行っちゃってる方。こちらのパウダーをまずは眉頭からのせて、全体的にパウダーをのせていきます。はい、こんな感じでパウダーをのせられました。そしたらこっちの今度ペンシルでちょっと足りないなと思うところを足していきます。はい、こんな感じで今眉毛が描け終わりました。アイブロウマスカラをしっかり塗っていきたいと思います。これはインテグレートのニュアンスアイブロウマスカラです。眉毛はちょっと自分の 髪色より若干ワントーンぐらい明るめにするように意識していつもメイクしてます。はい、こんな感じで今眉毛を描き終わりました。はい、そしたら早速アイメイクに入っていきたいと思います。こちらのシェーディングを使って涙袋の影をまず描いていきたいなと思います。でこれ眉毛用の筆なんですけど、私はいつも結構細いので描きやすくて、こちらの筆を使って影をいつも描いています。この辺の2色かな、適当にこうやって混ぜてのせてます。ちょっとニコってして涙袋が浮き出たところの下に影をつける感じで描いていきます。はい、こんな感じで今涙袋の影が描けました。そしたらついでに先にこちらの今度違う少し太めの筆、こちらをまた真ん中と一番濃い色をこう混ぜてノーズシャドウも描いていきたいと思います。ノーズシャドウはここをちょっとこう一番最初にのせて、少し濃いめ意識にして下と下にさって感じで描いて、反対も同じように。はい、こんな感じかな。マジでノーズシャドウ入れると入れないじゃめっちゃ違う、めちゃくちゃ変わります。そしたら涙袋コンシーラーをのせていきます。これめっちゃおすすめです。本当に涙袋がめっちゃしっかりできるので超おすすめです。こっちが今のせた状態で、こっちがのせてない状態です。ちょっとワントーンこっちが明るくなってよりぷっくり見えるかなって思います。はい、こんな感じで今涙袋が作れました。そしたらアイシャドウに入っていきたいと思います。ルナソルのスキンモテリングアイズ、最近はこちらのルナソルのアイシャドウを使ってます。こちらとこちらの薄めの
茶色のアイシャドウをいつも混ぜてアイホール全体にまずはのせていきます。はい、そしたらこちらの一番濃いブラウンのアイシャドウを二重幅より若干広めにのせていきます。はい、こんな感じで今アイシャドウがのせられました。ちょっとグラデーションになるように意識しつつ、いつもアイシャドウはのせてます。そしたら涙袋にキラキラをのせていきたいので、右上にあるこちらのキラキラのラメのアイシャドウを涙袋にのせていきます。細いチップの方で涙袋にのせていきます。はい、こんな感じで今涙袋にのせられました。そしたらちょっと目尻3分の1ぐらいに一番濃いめのブラウンのアイシャドウをのせていきます。目尻3分の1ぐらい、目が閉まって見えるので必ず私はのせるようにしてます。はい、こんな感じでできました。そしたらちょっと上まぶたの中央真ん中にこちらのキラキラのアイシャドウを真ん中にだけのせていきます。また遊びに行った。アイメイクはキラキラしてた方が可愛いなって思うので、しっかりのせていきます。はい、こんな感じで今できました。ちょっと物足りない気がするので、さっきの目頭3分の1のところにこちらのディオールのバックスステージアイパレット003番、こちらのディオールのアイシャドウの茶色と濃いめのブラウンをちょっと混ぜて足していきたいなと思います。はい、こんな感じで今アイシャドウが終わりました。そしたらアイラインを引いていきたいんですけど、キャンメイククリーミータッチライナー02番、こちらを使っていきたいと思います。自分の二重とこう平行になるように垂れ目を意識して描いていきます。はい、こんな感じで描けました。結構ちょっとアイラインはいつも長めにしっかり描いてます。反対も描いていきます。はい、こんな感じで今ペンシルで描き終えたので、リキッドで上から重ねて描いていきたいと思います。マジョリカマジョルカジェルリキッドライナーブラウン、こちらのマジョマジョのアイライナーを使って引いていきます。本当に整える程度、さっと引いていきます。反対も同じようにちょっともう整える程度。はい、こんな感じでアイラインが引けました。そしたらマスカラをしていきたいんですけど、キャンメイクのクイックラッシュカーラー、ちょっともうボロボロなんですけど、こちらを使って長さを出してからデジャブのハイパーウィッグウルトラロング、こちらのマスカラを重ねてのせていきます。ちょっとそろそろいいかな。どこがなった？ちょっとむくみが取れた気がする。やっぱり朝むくみひどい時、ななちゃんの真似してこれやろう。マスカラを塗っていきます。マツパ今してるのでまつげを上げる必要はないので、このままもうマスカラを塗っていきます。マツパもめちゃくちゃ良くて、いつも私眉毛とマツパ同じところでやってもらってるんですけど、とにかくすっぴん盛れるようになるし、メイクが楽すぎて写真も盛れるので、眉毛とマツパはだいたい月1通うようにはしてます。はい、こんな感じで今マスカラを塗れました。とにかく長さだとボリュームが欲しいので、いつもマスカラは2個塗りしてます。ではこっちもマスカラ塗っていきます。こんな感じで今マスカラが塗り終わりました。はい、こんな感じでアイメイクが完成しました。はい、続いて
チークを乗せていきたいと思います。チークがこちらのキャンメイクのグローフルールチークス01番です。ピンクのチークを乗せていきます。はい、こんな感じでチークが乗せられました。ハイライトを乗せていきたいと思います。マックのスキンフィニッシュ、CゾーンとTゾーンに乗せていきます。今日こっちゃんがお利口にしてたからよかった。メイク動画は割と思った以上にささっと撮れて、最近一人遊びできるようになったから結構いろいろ一人でおもちゃで遊んでたりとかしてくれるようになったので、少しはその間に家事とか進められたりとかするのでちょっと楽になりました。たらちょっと最後この目頭にハイライトを乗せて、はい、こんな感じで今ハイライトが乗せられました。最後にリップを塗って完成です。両方ロム&なんですけど、ロム&のピンクのリップをまず全体に乗せていきます。はい、こんな感じで今ピンクのリップを全体的に塗ったんですけど、物足りないのでロム&の赤いリップを中央に少しだけ乗せていきます。はい、ということでメイクが完成しました。イエーイ、私の顔が蘇った。はい、というわけで、あれ、また見に来たの？また見に来たの？おいで、おいで、あれ、行っちゃうの？積み木持って向こう行っちゃった。はい、というわけで久しぶりのメイク動画だったんですけど、少しでも参考にしてもらえたら嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。それではバイバーイ。